長崎名物角煮まんじゅうに、甘酸っぱい秘伝のタレを絡めた宮崎のチキン南蛮。高知大丸で九州物産展が開かれています。新型コロナの影響で中止が続いていたため、今年は4年ぶりの開催となりました。会場には九州と沖縄から集まった31店舗が並びます。こちらは大分の寿司店が手掛ける赤ウニ、蒸しアワビ、イクラがふんだんに乗った贅沢丼。醤油ベースの出汁で炊いたご飯にもウニを混ぜ込んだウニ尽くしの一品です。いただきます。濃厚、磯の香りがものすごいですね。そしてウニはとろーりとしていて、アワビも柔らかいです。また熊本から出店しているこちらの菓子店の人気商品は、見てください、かわいいくまモンがいっぱいいます。熊本県のマスコットキャラクターくまモンの人形焼きです。米粉と小麦粉をブレンドしたふわっと食感の生地が特徴で、味は粒あんやカスタードなど全部で5種類あります。おいしい。何味かな。おいも。年末年始にちょっと九州の方旅行には行ってたんですけど、この子の行きたいところばっかりで、いろいろ食べ物とかは見れなかったので、ちょうど良かったかなと思ってます。こうして各地の美味しいものを集めてくれるということはね、大変ありがたいことだし、やっぱし高知にいてね、九州の名産を味わえるということはラッキーだなと思って。うまかもんが集まった高知大丸の九州物産展は今月10日まで開かれています。